成功した後って本当はすごく怖い落とし穴とか恐ろしい誘惑が待ってるっていうことが現実にあるんですよ。でも皆さんそのことについてはやっぱり考えることができないんです。確かに。だって想像してみてくださいよ。今の仕事で成功してみてくださいよ。大金持ちになったらいろんな人が寄ってきますよ、ね、当社の製品無料でいいです、お納めくださいと、ね、うちの車タダでいいですから乗ってくださいよ吉村さんと。ねえねえ澤部さん、正式な配偶者じゃなくていいから私をそばに置いてください。そんな異性が現れたり、そんな商品を差し出されたり、ねえねえお金受け取ってくださいよ無利子でいいから、なんてね、そういうことだってあるわけでしょ。そういうのも成功してたら断れます？